実演、親指使います。まずこちらの親指の関節をこれで外します。こうするとこれでグラングランな状態になります。でグラングランになると指が外れるようになるんですね。でこれをやると、いや子供騙しやんけ、お前やったらやるのうまいけど種知ってるよみたいにね言われる方いらっしゃるんですけれども、僕の場合は本当に指が外れてます。で今日はそれを証明したいと思います。こちらの指輪で親指にこう目印を作るわけですね。そうするとこの指だよっていう目印があるんですけども、今みたいに取れちゃうんですね。どういう構造になってるかは僕にもわかりません。はい、では解説していきます。誰もが知っている指が取れるやつをとことん突き詰めたバージョンでございます。ここまでやることができれば、あ、私の知ってる指が取れるやつと違う、この人本当にすごいんだみたいに思っていただけると思います。よくマジシャンじゃないね、一般の方がやってるところを見るんですが、大体ねひどいことになってます。どっかしらがね見えちゃってる状態が多いんで、もし本気でやりたい方は一度カメラを相手目線になってやってみてください。大体ね何にも見えないとか、こう丸見えになっちゃってるみたいな状態が多いので、どの角度が綺麗に見えるのかっていうのをカメラ相手にね一度やってみてください。それを踏まえて基本のね動きをやっていきます。いろんなやり方ありますが、今回はまず指の関節を外す動きです。これは指パッチンですね。過去にも解説してる動画があるんですけれども、親指を掴んでこのまま指をパチンと鳴らします。人によってはねちょっとできないかもしれませんが、このようにパチンと鳴らしながら関節を外したような演出を行います。ただ指を掴んでこうやってやってるだけですね。これをこの動きと合わせてやってください。そしたらこの次にこんな感じでね、これで関節外れたんでグラグラしてます。でグラグラするとどうなるかといって、今回のものはそのまま指と指を近づけてこんな感じにするわけですね。ここはね誰でも知ってると思います。これをやるんですが、こうやってやるとねバレるんで、同時ぐらいにね行ってください。関節外れてるんでグラグラになっちゃうんですよ、そうするとと言いながら、もう瞬時にねこのポジションに持っていけるように練習してください。こんな感じです。左手曲げるのが早すぎないように注意してください。でこのポジションまで瞬時に持ってくることができれば、あとは、まあ、こっちのね左側の指、まあ、畳んでた方が楽ですね。畳んどいて隙間はそんなに見えないような状態で、このまま指をこんな感じで動かすわけですね。親指を、まあ、右手の親指ですね、こんな感じでくねくねと動かして、このままずらして、この後もくねくねと動かします。でこの際にこんな感じで指が取れてるように見えるアングルを気にしてやってください。そしたらこのまま戻してまたくねくねとやるわけです。そしたらそのまま指をこう入れ替えてくねくねってやるわけですね。ここの入れ替え部分をあんまり指のポジションが変わらないような状態でやってあげるとかなり綺麗に見えるかと思います。まずはこの動きを極めてください。これだけでもね十分指取れるやつ知ってる方でも不思議に見えます。うわこの人めっちゃ器用やんみたいな感じになってます。指を入れ替える動きゆっくりやるとこんな感じです。このような動きですね。右手の親指と人差し指で指を掴んでこんな感じで動かします。こう来てこう来てこう来てこうですね。お客様もやたらうめえなと思ってるだけで、本当に指取れてると思ってる人はいないので、だいたいうまく見えるような感じになれば十分かと思います。実演ではこれを2回繰り返してるだけですね。でこの次に、僕の場合は本当に指取れてるんですよと言います。そこで指輪を使った指抜きの演技に入ります。でこの指輪に関しては慣れれば結構いろんなものできるんですが、最初のうちは多少大きくて緩めの方がいいですね。今回こんな感じで親指にもねハマるぐらいの指輪を使用してます。単純に細いものだとねやりにくくなってきます。この指輪に関しては Amazon で25号ぐらいの指輪を1000円以下ぐらいでね買いました。これを左手の親指にこんな感じで緩めにかけておくわけですね。これで指に目印ができましたと言って、こっから指をすり替えるんですが、どういう動きを行うかというと、この指輪付きの親指を人差し指にくっつけます。くっつけたら右手は人差し指と中指が重要です。人差し指と中指でこっちは押さえながらこんな感じで指を入れ替えるわけですね。これを瞬時に行う必要があります。重要なのはここでこんな感じで押さえられるってことですね。ここであんまりグラグラしてしまうやつはやりにくいかと思います。細かく言うと、僕は右手の中指だけで支えてこんな感じで瞬時に入れ替えてます。でこの動きがスムーズにできるようになるまでね練習してください。でここの部分を右手の人差し指中指でこんな感じでカモフラージュしながらやるんですが、この際に手を上げるわけですね。指に目印をつけましたと言って一瞬これ隠れます。隠れた際にこのまま上に上げながらこの動きをカモフラージュとしてやるわけです。でこんな状態になりますね。ゆっくりやるとこんな感じです。こう来てこう来てこんな感じですね。これで指が入れ替わりました。でこのまま指ピクピクさせてもいいですし、そのまま取ってもいいです。一度ここでさっきの指だよと示してみんなが認知してからこんな感じで動かしてあげた方がいいです。そしたら今度はまた同じ動きでこんな感じで指を支えながら指を入れ替えるわけですね。で今度は上に上げる動きではなくて下げる動きを
カモフラージュにしながらやるわけです。つけるときは上げる動きでカモフラージュ、そして戻すときは下げる動きでカモフラージュ。スローでやるとこう来てこう来てこう来てこんな感じです。この動きをスムーズにできるようになるまで練習してください。そこまでフラッシュ気にしすぎなくてもいいとは思うんですけれども、指を入れ替える際にこんな感じで上に上げながら右手はこんな感じの角度にしてあげます。でこうしてあげるともう完全に見えない状態で入れ替えられますね。で戻す時も同様です。このまま指を入れ替える際に下げながらこんな感じで右手でこうカモフラージュしてあげると完全にフラッシュせずに行うことができます。こう来てこうするような感じですね。でこのマジックの見せ方のコツというか注意点なんですが、この指輪のパート何回でもね繰り返すことは可能なんですが、個人的には1回きりにねしといた方がいいんじゃないかと思います。その前段階で誰でも分かるようなやつをやって、その後に一瞬あれよく分かんないっていうのをやることによってより指輪のマジックが入ると思います。その後にもう1回やっちゃうとやっぱうっすら分かったりしてしまいますので、1回きりですっきり終わるぐらいがスマートなね終わり方だと思います。であんまりうまくいかないという方は指輪そもそもねやりにくいパターンもありますし、親指ちょっと奥の方まで入れちゃうとこれ難しくなっちゃうので、手前に引っ掛けてあげるような感じでやってあげると非常にやりやすくなると思います。誰もが知ってるような子供騙しのマジックもここまで突き詰めるとめちゃくちゃいいトリックになります。本当におすすめのルーティンの一つですので、ぜひとも練習してみてください。はい、今日のおまけなんですけれども、 Amazon でマジシャンが使えそうな指輪が売ってたのでとりあえず買ってみましたんでレビューしていきたいと思います。こちらです。じゃーん、こんな感じ、トランプ柄ね、ロイヤルストレートフラッシュ柄でございます。こんな感じのものでございます。お値段が1890円でした。アクセサリーの中ではねかなり安物の部類に入ると思います。こういったちょっとチャッチーようなテカリがあるのかもしれませんが、僕は指輪詳しくないんで分かりません。はっきり言って僕は好みではないんですけれども、マジシャン好きそうだなと思ったんで買ってみました。それからもう一つ動画内で使ったのはこんな感じですね。ちょっと分厚めです。これ25号でこっち24号だけど、まあ24号の方が若干深いような気もします。で今日やったやつはどっちも問題なく使えます。これだとねまあちょっとでかいんで親指見えにくいんですけれども、十分ね使えるものだと思います。過去に解説しているこういったね非常に受ける指輪の消し方とかはこういった細めの方がやりやすくて、分厚めだとちょっときつかったりします。ただこういったねマジックはまあ使えるかと思います。興味ある方概要欄ご覧ください。僕はそもそもごつい指輪が好みじゃないんで使わないんですけれども、指輪っていうのはね非常に便利なマジシャンアイテムです。トランプ出してくると嫌味しかないんですけれども、指輪だったらちょっとなんかやってよって言われて指輪外すだけでいろんなことできます。先ほどお見せしたものもそうですし、コインの代わりとして例えば受けるやつだったらね相手の手の上に乗ってるとか、本当にいろんなことができるんで指輪1個持っとくのはめちゃくちゃおすすめです。普通の指輪だと細くてあんまり目立たないんで、最低ねこのくらいの太さはあった方が周りのリアクションは良くなります。なので僕が現役のマジシャンだったらもしかしたらねこれは使ったかもしれないんですけれども、こっちはねデザイン的に使わないかなっていう感じです。親指につけるとこんな感じ、人差し指につけるとこんな感じですね。特に商品のリンクとか貼ったりしないんで、もし興味を持った方は Amazon で指輪トランプみたいな感じで調べるとこういったのがね出てきたよっていうだけのおまけ動画でした。